大好評、間違いだらけの仏壇選び、これを読まずに仏壇を買うな、栃木県からご請求です。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が天職永田幸喜でございます。2019年9月の29日、今日は日曜日、ちょうど今朝5時55分朝動画でございます。あのですね、実はですね、ありがたいことにですね、昨日栃木県、それと大学の先輩の本田先輩、それと若い女の子 M さんですね、まあ女の子だから名前は伏せときますけどですね、あの仏壇販売、転職新聞じゃなかった、間違いだらけど仏壇選び、これを読まずに仏壇を買うな、これをですね、ご請求というかですね、ご来店いただいてですね、本当ありがとうございます。まずはですね、こちらにあの栃木県からですね、ご請求ですね、これ Facebook を見ましたと、住所とファックス番号が隠れてるから、まあ、こういう形でですね、あのよかったら送ってくださいと、それとありがたいことにですね、お仏壇のカタログも同封してくださいと、もう本当ありがとうございます。早速昨日ですね、郵送いたしました、あのカタログ、それとニュースレターもあのこちらにありますけどですね、このニュースレターもですね、ちょこ若干同封しておりますので、よろしくお願いします。見てやってください。本当ありがとう。栃木って関東ですよね。よく、あの、本当ありがとうございます。それとですね、大学の先輩の本田先輩、ありがとうございます。あの、この間はですね、あの、こういった飴までですね、いただいてですね、飴も差し入れしていただいて、こうニュースレターにこうやってですね、毎日つけております。で、あの、ニュース、この仏壇、あの、間違いだらけの仏壇選び、ちょうだいということでご覧いただきました。それとですね、若い女性の方で、M さん、いつもありがとうございます。今回ですね、こうやってですね、観葉植物ですね、サンスベリアちゃんですかね、なんかこれ空気をきれいにするんでしょ、確か。サンスベリアちゃん、これをですね、持ってきていただきました。もうありがとうございます。早速お店に大事に飾りますからですね。はい。でですね、あの、こうやってですね、あの、この間違いだらけの仏壇、これも読みますということでですね、持って帰っていただきました。本当にありがとうございます。いや、もう本当嬉しかですね。なんか手応えありますよね。はいはい。ですから、まあ、こうやってですね、あの、間口の、ちょっと今消え、触って消えましたけど、間口の低い仏壇店を目指しております。ですから、もう仏壇を買ってくださいとか見てくださいじゃなくて、まずはもうこの、小冊子を読んでくださいという形でですね、で、あの、うちはこういうお仏壇を扱ってますと、こういう感じで商売してますのは見ていただくと、でそれからまあちょっと興味を持っていただくというのがいいかなと思っております。はいはい。でですね、大好評で、あの、これをご連絡ください。あの、この動画を見ていただいている方もですね、ご連絡ください。はい。無料配達といたし、無料これ指で送りますので、決してですね、訪問セールスはいたしません。これはもうお約束します。あの、やっぱり今ですね、もうあんまりピンポーンってやってですね、こんにちはって言って、どう、実は私とか言って大丈夫ですよ。もう流行らんですもんね。それよりもこうやって、あの、小冊子とか、それニュースレターもちょっと同封させていただいてですね、それを見ていただいて、まあ、もしも興味があれば来ていただいたらいいし、で、まあ、見ていただいて、まあ、先々ですね、あの、まあ、5年、10年先でも買っていただければありがたいし、ご紹介をいただければ本当にありがたいなと思っております。まあ、そういう形でですね、あの、この間違いだらけの仏壇選び、これを読まずに仏壇を買うな、頑張ってですね、毎日シコシココピーしております。コピーですね、コピーしておりますので、非常に手作り感満載でございますが、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい。ではここまで、この動画を見ていただいて誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の開運ご発展、お祈り申し上げます。